今回は、プレイステーションクラシックで使える、ゲームエンハンサーの紹介です。本体の USB ポートに挿すだけで、プレステ1のゲームを追加することができます。動画の内容として、開封レビューから最初のセットアップ、実際にプレイした画面や比較、その他、気になった点なども紹介します。ぜひ最後までご覧ください。こちらがパッケージになります。それでは早速、開封していきましょう。まずは、4ポート使える、USB ハブです。複数のコントローラーを使いたい場合に使用します。そしてこれがゲームエンハンサーの本体です。 USB メモリーサイズでとてもコンパクトです。容量は 128GB モデル。このメモリの中にプレステ1のタイトルが177個、その他レトロゲームがいくつか内蔵されています。次に、セットアップの方法を説明します。とても簡単で、この USB メモリーを 2P 側に挿すだけで完了です。USB ハブは、どちらに挿してもいいのですが、USB ハブにエンハンサーを挿すと、読み込み速度が少し落ちる気がするので、エンハンサーは本体に直接挿した方が良いかもしれません。電源を入れるとこのメニュー画面が立ち上がります。画面下にある各機能の説明をすると、オートグリームは追加されるプレステ1のタイトルが遊べます。ディスキャンはソフトの再読み込みをします。オリジナルは本体に元からインストールされているプレステのタイトルが遊べます。レトロアーチは様々なレトロゲームを遊べます。オプションは各種設定ができます。オプションでは、いろいろな設定が可能です。言語設定に日本語はありません。フルスクリーンにすると16対9に引き伸ばされるので、オフでいいでしょう。個人的にはゲーム画面にフィルターをかける GFX もオフにしています。まずは丸ボタンを押して、オリジナルモードを選んでみましょう。日本版の本体に収録された20タイトルが表示されます。本体内蔵のデータなので、ゲームタイトルも日本語で表示されていますね。もちろん日本語で遊ぶことができます。次にオートグリームを起動してみましょう。ゲームボックスに内蔵されたプレステのソフト177タイトルが表示されます。ほぼすべて海外版のタイトルなので、ゲーム中の言語も英語となっています。RPG 系は英語が読めないとプレイしにくいかもしれません。またタイトルの中には動作不安定なものもありました。ぐるっとタイトルを一周してみます。オプション項目にあったアドバンスを無効にすると、タイトルが横一列に表示されるようになります。こちらのモードの方が立ち上がりが安定するような気がしました。レトロアーチはこのような画面です。様々な設定をとても細かくすることができます。ここでは日本語表示も可能です。たくさんのレトロゲームが収録されていますが、こちらもほとんどが英語版となっています。それでは、
手持ちにあるタイトルのみとなりますが、実際にプレイしたゲーム画面と、オリジナルのプレステ1と比較した画面を紹介します。Okay, this is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. So... This is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now hold on. What was your name again? Hey! The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at sword training? Here, I'll show you. Watch this. は用意したか。第1戦はじめ。
いかがだったでしょうか。良かった点をまとめてみると、インストールは必要なくプレステ1のタイトルが遊べる。USB ハブでマルチプレイヤーも可能。プレステクラシックでレトロゲームも楽しめる。といった感じです。いまいちだった点をまとめてみると、USB ハブに挿すには数秒待つ必要がある。本体がフリーズしたり不安定な場合もある。ほぼ英語タイトルのため RPG 系は遊びにくい。といった感じです。もしゲーム中にフリーズしたら、本体を再起動してみてください。ゲーム中にエンハンサー本体を抜くと、ゲームやデータがなくなる可能性もあるので、注意してください。気になった方は動画の概要欄に商品リンクがありますので、チェックしてみてください。最後までご視聴、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と評価、よろしくお願いします。